に控えるアーサーの罪は疑いようがありません。美しき裁判長ティファレト様、どうか公正なるお裁きを。その小娘の極悪非道ぶりに私のナイーブなハートは痛く傷ついたザス。よって判決は死刑。何かお困りで？近いな。親密接客がモットーでございます。これでカリバーンを引き取りたい。いやブリタニアンゴールド、おいちおいち。カリバーンはどこにある？カリバーン、あれなら死ながれしやした。先日腕の立つ剣士様が買い求めになられましてね。何でも果たし合いに向かわれるとか。待て待て、果たし合い？行き先はどこだ？知っているなら教えてくれ。およしなさい。とてもあなたのようなお美しい方が行くような場所では。ブリタニアの民は今も苦しんでいる。私にはカリバーンが必要なんだ。でも後から文句を言われても困るしな。文句など言わない。本当に王の名にかけて。ノークレーム、ノーリターンですよ。なんだか知らないが、それで結構。ああ、では。無念のうちに朽ち果てた怨念か。姿を見せろ。俺の弾丸をかわした大した雨だ。気に入った。ここは剣に見せられた者どもが集まる剣王の領域。最強の剣王を求めて。おいおいおい、待て待て。銃使いに用はない。お前さん、ひょっとしてドクロのじいさんにはめられたんじゃねえのか？何？今月に入って二人目だ。前のやつは確かピッカピカのぶっとい剣を持ってたっけな。その剣、おそらくカリバン。へへへへ、ついてきな。あれは剣の墓場さ。墓場？ここに来る奴らの目的はただ一つ、剣王の持つ魔剣グリムロードを奪うこと。だがみんな返り討ちにあってあのざまさ。あんたの探してる剣も今頃あん中かもな。剣王もあそこにいるんだな。そういうことだ。俺が安全な道を教えてやる。案内は無用だ。遠慮すんなって。旅は道連れって言うだろ。この地に集まる者の目的が魔剣だとしたら、お前も同類というわけだ。あ、悪いが魔剣に見せられた人間と組む気はない。失礼。何を。俺も意外と役に立つだろう。俺は剣王を殺すためにここまで来た。奴に無残に殺された男の家族から仇を討ってくれと頼まれてな。あんたの実力はさっき試させてもらった。
あんたの協力が必要なんだ。奴に正義の鉄槌を下してやりてえんだよ。切れてる。土台が違うよ。土台が肩にちっちゃい馬車乗せてんのかい。うえい。Thank you, ザース。気分は最高、ザース。アポイ。もう、ティファレト様、もうそんな時間？早くカーテンを閉めるザース！パーティーはお開きザース！すぐにお風呂とエステの用意ザース！イエス、マン！今日はヘッドスパもするザース！自分で片付けなさいよ。ん？はい、弱点発見。魔剣グリムロードと言ったな。ああ、邪悪な炎が生み出した伝説の魔剣さ。腕に覚えのあるやつなら一目見ただけで虜になり、相手を殺してでも奪い合う。そうやって終わりのない殺戮が繰り返されるって話だ。人を引きつける魔剣か。あんたが探してる剣も何かいわくつきなのかい。カリバーンは19人か。誰も抜くなよ。俺たち以外は間抜け面のバカばかりだ。心配するまでもない。ハラウィンはそう言うけどさ。誰が間抜け面だって、うん、あ？いや私は。ここはてめえみてえなクソガキの来るとこじゃねえんだよ。ハラウィン、どうせそいつには抜けないさ。問題を起こすなって師匠に言われたでしょ。いっつも乱暴なんだから。早く順番来ないかな。私はカリバーンを抜くことでブリタニアの王として認められた。へえ、あんたが王ね。あなたが剣王か。私はブリタニアの王。なんだその間抜け面は。間抜け面って。久しぶりじゃないか、アーサー。アラミ、どうして君が。アラウィンか。その名前で呼ばれるのも久しぶりだ。どうなってるんだよ。急に消えたりして。あの日から君は。あの日。ああ、お前がカリバーンを抜いた日のことか。そういえばお前に会うのもあの日以来だっけな。どうして何も言わずに消えたんだ。心配してたんだぞ。もし私が剣を抜いたことを気にして。そんなくだらんことを俺が気にするとでも。だとしたら不愉快だな、アーサー。
あの日カリバーンは俺ではなくお前を選んだ。全ての点において俺が上だったにもかかわらずだ。だがこのグリムロードを手にしてようやく分かった。俺がふさわしくなかったのではなく、カリバーンの方こそがこの俺にふさわしくなかったのだ。アラビン、君は一体。わからないか。ならばその体に思い知らせてやろう。カリバーン。トーレ、貴様にはその剣がお似合いだ。いいぞ、殺し合え。最後にグリムロードをいただくのはこのビシャス様だ。抜け。本物の切れ味を教えてやる。いやだ、君と戦うなんて。本当に甘いな、お前は。嘘だろ。俺たちを出し抜くつもりだったようだぞ。いつ言ってよ。だが汚いネズミも時には役に立つ。見届けるがいい。ひ弱な王の処刑よな。やめろ、やめてくれ、アラウィン。本当の自分、自分らしさなんて誰もたどり着けない。永遠の迷路みたい。君の目に前はここで死ぬ。君とこんな形で戦いたくないんだ。俺はグリムロードに選ばれた剣王だ。